ロドニー・マークラウドはメリーランド州クリントン出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のフィラデルフィア・イーグルスに所属している。ポジションはセーフティ高校時代からディフェンシブバックとしてプレーしていたが多くの大学は彼をワイドレシーバーとして彼をリクルーティング対象に見ていた。3年時にはチームの先発ディフェンシブバックで唯一インターセプトを 上げることができなかった。4年時にはメリーランド大学戦で3インターセプトを上げるなどチームトップの4インターセプトを挙げた。4年間プレイし190タックル、6インターセプト、1サック、3ファンブルフォースを挙げた。2012年4月30日にドラフト外フリーエージェントでセントルイスラムズと契約を結んだ。 開幕ロースターに残ることをそれほど期待されていなかったが、ダリアン・スチュワート、クレイグ・ドールが負傷したことからチャンスをつかんだ。この年、スペシャルチームで16スペシャルチームタックルを挙げた。またフェイクパントでファーストダウンを獲得する21ヤードのレシーブをしている。2013年、チームメイトからスペシャルチームのキャプテンに指名された。フリーセーフティとして先発出場し、 インタターーセプトチーム3位の87タックルを上げた第12週のシカゴベアーズ戦では残り1分32秒にインターセプトを上げた。第13週のサンフランシスコフォーナイナーズ戦ではパスをキャッチしたバーノン・デイビスにハードルのように自身の体を飛び越えさせるプレーを許した。2014年9月14日のタンパベイバッカニアーズ戦で ジョシュ・マカウンのパスをインターセプトした。この年、96タックルにインターセプトを挙げた。2015年、制限付きフリーエージェントとなった彼は、ドラフト二巡レベルのテンダーオファーを受けて1年240万ドルの契約を6月下旬に結んだ。2013年、旧西軍のラムズ大使を務めた。ありがとうございます。